あ、ラジオ、はい。はい、おかえり、トークのまこねえです。今日はいつもより、20分くらい早くスタートしてるんですけども、先週の、水曜日ぐらいから、ものすごい風邪ひいて、そう、まあ、声も出ないし、喉も痛いし、鼻水ダラダラ出しみたいな感じで、もうすべての仕事をキャンセルして、ずっと寝込んでました。うん。なので、まあ、マイケルリアルトークも、1日飛ばして、で、他の配信も全部キャンセルして、もうゆっくり何もしないでというか、まあ、ずっとダラダラ布団の中で YouTube 見たりとかしながら過ごしてました。そんなわけで、本格的な社会復帰は、まあ、今日からっていうことで、これからね、また歩いて仕事行ってるんですけども、まあ、幸いね、朝の仕事はまだ別に休んだわけじゃなかったので、まあ、2日休んで3日ぶりみたいな感じなんですけど、うん。まあ、まだね、これ鼻声で、まあ、せっかくだから、まあ、今日鼻声のまま、収録していこうと思ってます。はい。まあ、そんなわけでね、今日は何を話していこうかな、なんて感じで歩き始めてるんですけども、そう、まあ、風ね、まあ、コロナじゃなかっただけいいかなっていう感じなんですけども、まあ、こんなにね、長引いたっていうのは、まあ、久しぶりで、そう、まあね、頭痛いとかはあんまないんだけど、そう、ちょっとね、頭痛薬だけは失ったから、頭痛薬飲むぐらいで、頭痛くてもどうしようもないっていうようなことはなかったんだけど、まあ、久しぶりに風邪ひいて、どっぷり風邪ひいたって感じでしたね。そう、なので、ね、生活リズムも食生活も、もう全部がバラバラで、今日からどうやって食べ物すればいいのかしら、みたいな感じなんです。うん。まあ、その間でもね、来月の、今日が5月の10日ぐらいかな。ちょっとしっかり覚えてないんだけど、そう、6月の4日にまた再びステージの上で歌うことになって、それがね、ダンシングヒーロー、荻野目洋子ちゃんのダンシングヒーローを歌うのか、他の曲を歌うのかって、まだちょっと決まってないんだけど、なんでもいいってことだったら、今度は中島みゆきさんの空船を歌いたいなと思ってます。うん、私ね、TOKIO のね、空船があんまり好きじゃないのよ。聞いてるのも、そう、なんか力が入らないというか、だからといって、中島みゆきさんの空船が好きかっていうのは、まあそうでもなくて、私は空船はね、そう、誰が歌ってるのっていうのも自分で歌ってるのが一番好き。だからまあ、全力で空船を歌ってみたいなと思って、まあ今度はね、アカペラじゃなくて、しっかり、バック入れて、歌いたいなと思うんですが、そう。いやね、私のことはまた、突然その日、なんか、全然違う曲を歌おうかななんて思っちゃう、ってこともあるので、そう、まあ、今度こそね、一気に迷惑かけないように、歌いたいと思ってるんですが、まあね、そう、中島みゆきさんといえば、私はね、74年生まれで、まあ、中学くらいは、よくラジオを聴いたんですね。FM ラジオ。金曜日の9時からだったかの番組で、FM ラジオで、FM2 だったかなかな、だったな、キーステーションはどこかわかんないけど、そう、ね、中島みゆきさんの、番組やってたんですよ。そう。なので、私ね、中島みゆきさんは知ってたの。時代とか、その頃からもう有名だったしね。そう。もっと前から有名だと思うんだけど、あんまり接点がなくて、うちのお母さんはさ、うちのお母さんが好きな曲ってのは結構ね、ほんともう、その時ヒットする曲をさ、聴く人だったから、そう、なんか、歌があんまり好きだっていうわけでもなく、なんかこだわりがあるっていうわけでもない方だったんで、中島みゆきさんを積極的に聞くなんてことはなく、私も、まあ、そういう母親、父親もね、クラシックばっかだったし、
の中で育ったんで、あんまりね、中島みゆきさんよく知らなかったんだけど、まあ、ラジオから聞こえてきた中島みゆきさんの声ってさ、スケハスキーなさ、もう甲高い声のさ、そう、なんかイケキゴーゴーのさ、もうキャンキャン系のお姉さんでさ、当時、中島みゆきさんいくつぐらいだったのかね ?40 くらい、40半ばぐらいだったのかな。そう。それでさ、この姉さん何者みたいな感じで聞いて、ラジオ聞いたのを覚えてます。うん。で、まあ、中学だか高校の頃に、言えない子ってドラマがあって、まあ、その主題歌を中島みゆきさんが歌ってて、で、私はさ、この、言えない子のさ、主題歌の、空と君との間には、の、シングル CD をね、買ったのに、この中島みゆきさんの声と、歌の声と、ラジオの声がさ、同じ人だって、全然想像つかなくて、中島みゆきっていう、シンガーソングライターと、MC の人は、別々だと、ずっと思ってたのよ。そう、しばらく経ってから、同じ人だって気がついて、なんでこんなに声が違うんだろうなっていうふうに思ったのを覚えてます。で、その空と君との間に、もうカップリングがね、ファイトだったんだよね。そう。だから、私最初ね、カップリングでファイトを聞いたのがね、まあ、私は何なんだけどさ、空と君との間にはよく聞いてんだけど、カップリングのファイトってあんまり聞いてなかったの。そう。で、ふっとした時に、じっくり聞き換えあったらさ、まあ、そっかり、まあ、ハマったというか、私なんか泣きながら毎回泣いてたよな。そう。で、まあ、そのファイトが、ラジオ番組のハガキが元になってるんだよね。うん。そんなのを聞いて、ね、まあ、そのね、ファイトの元になったラジオ番組っていうのがどういうものかなとかっていうのは、まあ、随分後になってから、YouTube でね、今 YouTube で、多分ファイプとの元になったラジオの音源とか出てると思うんだよね。私も YouTube で見たんだよな。そう、確かね、芸の都合で、私立の高校にも行けず、まあ、公立の高校に行く学力も自信がなくて、で、中学卒で働き始めたんだけど、まあ、17歳の時に、他のスタッフがね、あの子中卒だから仕事なんか任せられないわ、なんて話を、聞いたことにものすごく絶望を感じて、まあ、その愚痴をね、中島みゆきさんの、ね、ラジオにね、投稿してた子がいたのよ。そう。確かね、私もすっごくそういう印象残ったんだけど、確かね、ペンネームが、ラジオネームがね、そう、本当は私も高校に行きたかったっていう、ペンネームだったかな。女の子に中島みゆきさんが何を喋ったかっていうのはちょっと自信ないんだけど、あんま自信ないんだけど、確かね、そう、そんな本人じゃないから何とも言えないけど、そんな今ある状況が問題じゃなくて、そこまでの過程が問題であって、そう、そんなに危険することないんじゃないのみたいな話をしてたような気がする。なんであの車は、なんであんなゆっくりなの、なんかあった？そう。で、なんだこの車、変なの。まあ、それをもとに、ファイトが作られたっていうような感じなんだけど、ああね、ファイトもいろんな人がカバーしてるけど、そう、あれもなんか、カラオケの中での歌だよね。そう。うん。あれをね、どっかでアカペラで歌ってみたいなと私は思ってるんだけど、まあ、どうだろうな。大体さ、まあ多分次のさ、6月4日に出演するときも、多分ね、その、私の次に、そう、1の、ダンスチームが、ダンス踊るのよ。そのさ、その多分、前説で、その場を盛り上げるために、なんか盛り上げてくれよみたいな感じだと思うんだよね。だから、まあ、そんないきなりさ、みんなシューンとするような、ファイト歌ったら、
いや、それも、なんかしかもアカペラで歌ったら、まあもう、今度こそね、怒られそうです。まあ、最初聞いたときはさ、ダンシングヒーローを歌ってくれって言われたの。ダンシングヒーローさ、あれさ、沖縄美容子ちゃんみたいなさ、透き通った甲高い声の子がいたとさ、なんかね、すごいスッと入ってくるんだけど、なんか私のさ、普段の声って結構、なんか、ああいう歌になんか合わせづらいじゃん。ねえ、もう、毎週歌ってさ、もっと声がバーって出てくると、どっちかというと、デーモン閣下みたいな、低くもない、すごく高いわけじゃないんだけど、メンズなんとかっていうさ、高い音に近いような音で歌えるんだけど、どっちかというと、私はさ、怪獣系のさ、歌声だからさ、なんか、透き通った歌い方があったら、なかなかできないんだよね。だからまあ、ダンシングヒーロー歌っても多分怪獣系の歌、私が歌うと怪獣系のダンシングヒーローになると思うんだけど、まあ、まあね、まあ、最近はそういうのに忖度することなく、そう、歌いたいように歌ってるので、まあ気にはしませんが、あら、橋の上にカラスがいるわ。私カラスが大好きでね、カラスのシルエットってほんと綺麗。この子多分私に美しいし、もう逃げちゃうな。ちょっと遠くから見てあげよう。大丈夫だよ。ああ、逃げちゃった。いつも、今向かってる職場の周りにもカラスは、いるんだけど、職場の前のところにね、ある小屋のところに来るカラスは、もう私のことにもう見慣れちゃってさ、私の姿っても結構普通に50センチぐらい近くまで来てさ、こいつ何やってんのかなって覗いてきてることあるんだけど、まあね、餌なんかだかなんか持ってるわけじゃないけどさ、まあカラスもね、すごく頭いいからさ、お互いに分かってると思うと、全然気にしないで近づいてくるような。そう。まあ私カラス大好きだから、全然気にしない。怖いと思うこともないし、襲われたこともないし、襲われたことはないっていうか、遊ばれたことはあるけどね。そう。別にさ、家のさ、近くのセミリフンから出たらさ、カラスがさ、なんか私のさ、肩に止まってきてさ、なんかちょうだいって言うんだもん。持ってるもんって、あの時持ってるもんってほんとさ、なんか、クッキーぐらいしかなくてさ、まあ、クッキー砕いてあげたらさ、まあ、こう一つじゃ足りないって言ってきてさ、もう一つあげたらさ、まあ喜んでさ、どっか行ったけど、そう。まあ、私の部屋がどこにあるか分かれば、部屋まで会いに来るかもしれないね、彼らだったら。昔はね、1階に住んでた時は、ね、今じゃないとこ1階住んでた時は、結構ね、なんだろう、私の部屋ね、野良猫ちゃんとかね、カラスとかね、結構遊び来るのよ。そう。野良猫ちゃんは、本当に野良猫かどうかわかんないんだけど、まあ私さ、一回でも結構、いつも窓が楽しいからさ、そう、窓から入ってきて、寝てるとき、パッと目を開けたらさ、知らない猫と目があって、あれお前は誰みたいなときとかね、結構あるのよ。そう。で、そう、まあ、知らないうちにね、うちの部屋でさ、うちの部屋で知らない猫がさ、お産しちゃったこともあったしね。そう、なんか、最近この猫よくうちで見るよなぁと思ってたの。そう、最初はさ、あんまはっきり出たんだけど、あんまり人といるから、生きてない、もうお亡くなりになった猫の幽霊かなとか思ってたの。
そう。だからまあ、知らんぷりしてたのよ。でも、なんか、そう、歩いた後とかさ、足跡が残ってるから、お前は本当に、本物の猫なのね、とか思いながら見てたの。そう。でまあ、しょっちゅう出入りしてて、なんだかわかんないけど、そう、そのうち動かなくなって、具合悪いのかなと思って、そう、あの、病院、動物病院に連れて行かなきゃいけないんだと思ったの。まあ、野良猫だと思ったんだけど、まあ、綺麗だったからさ、もしかしたらどっかの飼い猫かもしんないし、一つの飼い猫ね、勝手に動物病院に連れて行くのもどうかなと思ったしさ、野良猫なら野良猫で、それはまた動物病院に連れて行くのもどうなんだろうとか思ってさ、そう、悩んでたら、気がついたら、まあ、あの、次の日、そう、あの、起きてから考えようってさ、まあ、寝室に寝てたら、そう、起きたら、子猫が生まれてたみたいな。そう、本当数時間で何匹も産んじゃうんだね。そう、私、あの、猫のさ、出産って見たことなかったんだけど、まあ、見もしたかったけど、寝てる間に産んでたからさ。そう、何時間も寝てたわけじゃないのに、お産終わってて、そう。で、あの、え？と思って、どうしようと思ったんだけど、まあ、それはね、私も育てられないからさ、そう、育てられないから、悪いけど、その子出て、どっか出て行ってくんないって、もう真剣にお願いしたら、まあ、分かってくれたのか、連れて出て行ってくれた。老後来ることなくなっちゃったけどね。まあ、そんなこともあったりとか、まあ、ねえ、まあ、うちのお父さんもね、あの、庭にさ、来たカラスと、カラスを餌付けして、まあ、カラスの中いろんな話をしてたよね。あの人も動物と会話できてみたいで。うん。まあ、全員ね、動物と会話できる人いるみたいだしね。私はさ、まあ、何喋ってるかっていうのは、そこまで細かくわかんないんだけど、そう、なんかね、あの、彼らの波動がね、なんか伝えてくるんだよね。うん、だから、まあ大体、なんか用があるんだなとか、そういうのは、そう、なんか初心だなとか、そういうのはわかるのよ。うん。そう。まあ、特にね、カラスとか、ワンちゃんとか猫ちゃんはわかる。まあ、それ以外のね、ウサギちゃんとかね、そう、もっとちっちゃい動物とかよくわかるんだけどね。うん、まあ、そんなわけで、まあ、6月4日に向かってまた何歌うにしても、まあ、機会があって歌えるんだったら歌おうと思ってます。そう、やっぱ歌うの好きだからさ。しかも うまいかどうかって言ったら、まあ、そんなことはうまく自分でうまいとは思ってないんだけど、でもまあ、人に聞いてもらえるのはちょっと嬉しいよね。やっと聞いた。今日はですね、まあ、そんなわけで、あの、まだ、病み上がりで、やっと歩いてるところはね、ニュートも来てないし、まあ、ありがとう、あったかけな服を着て歩いてるんだけど、なんだろう、6月4日もう一回7時に立ちますよって話で、中島みゆきさんの話をしいのみたいな感じで、今日はここら辺で終わりにしようかな。まだね、まあ話しなしで20分ぐらいだし、まあ、職場までもね、まだ歩いて10分ぐらいあるんだけど、そう、なんとなくね、今日は、あの、音楽を聴きたいのよ。うん。今日はね、なんとなく音楽聴きたいと思ってるので、まあ、ここでやりたいと思います。そんなわけで、まあ、実はね、先週さ、金曜日じゃなくて、金曜日ね、配信分の分も収録したんだけどさ、コーディングしてなくて、で、内容もね、
なんかちょっとダークな話だったのよ。なんか最近思うの、なんか喋っててすごいダークな話だなと思うと、もうね、コーチングするのも嫌なのよね。なんかノリノリで喋ってるときは、なんか早く早くコーチングしてみんなに聞いてほしいと思うんだけど、もうなんか乗れてないときはダメダメさんでさ、ダメダメさんのときはなんかもうコーチングするのも嫌でさ、うん、だから本当気分屋さんよね。まあそんなわけで、先週の木曜日に収録した、水曜日コーディングして発信する予定だったやつはもうお蔵入りってことで、うん、そんなわけで、また明日、まあ、こんなにでした。